皆様いかがお過ごしでしょうかりょうりょうでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。えー、先日、都電荒川線箕輪橋から早稲田まで乗り通してきましたが、えー、その模様を、えー、5回に分けて、えー、動画で、えー、ご紹介させていただきます。えー、その、まあ、タイトルが えー、都電荒川線まったり小旅行というタイトルで確かつけたはずなんです。間違ってたらごめんなさい。でそれでですねあの、都電荒川線という路線について簡単にご紹介させていただきます。えー、現在ですね、東京に残っているこの都電路面電車ですね、まあ、路面電車といえるのかどうか、まあ、専用軌道とでも申しましょうか。 えー、東京都が直接運営しているのは、まあ、最大で以前は、えー、1955年の当時には40路線40系統あったそうなんですがもう最後に残るのがこの都電荒川線でございます、えー、数年前からですね、えー、都電荒川線というよりも通称である東京桜トラムという、まあ、愛称というんですかね こちらの方を優先的に案内しているそうなんですが、まあこちらについては、まああの、この路線、まあ簡単に書いたんですけど、バラを植えてるところが多くあってですね、 まあ、ちょっとこれに対して、まあ、賛否両論あったりするんですが、まあ、差し当たって東京桜トラムというような愛称が優先に来て、カッコ、都電、荒川線というような案内が目立っております。ただ、今回の動画では、僕自身がその東京桜トラムという名前に愛着がありませんので、 ところどころご案内する際には都電荒川線という名前を使ってえご紹介させていただきます、えー、路線名というかあの、まあ、この都電荒川線なんですが、まあ、起点は、えー、三,三ノ輪橋で終点が早稲田でございます、えー、全長が 12.2km で、えー、三ノ輪橋と早稲田を含めて合計30箇所の停留所がございます駅ではなく 停留所でございます線路の幅が1,372ミ、mm、リという幅で、まあ、これはまあ以前多く走っていた、まあ、東京に限らず路、まあ、路面電車ののの一般的なこの線路の幅です、まあ、普通の電車としては今現在京王電鉄の八王子と新宿のあの本線と高尾山のあの線と それに付随したあの京王線では、えー、井の頭線以外の線とあとはそれに直通する、えー、都営の新宿線ぐらいのものです、まあ、一般の、えー、鉄道としてはこのゲージはその2つだけなんですが、まあ、路面電車では多く見受けられるこの線路幅ですちょっと分かりづらく申し訳ありません まあ路面電車というと、まあ道路と、まあ一緒にこの、まあ道路の真ん中に電車が行き来していて、まあ車と一緒に走るようなイメージがあるかもしれませんが、まあ実はこの1 2 2トルのこの全長のうち、まあ平軌道、道路と一緒に走る区間はわずか1 7ターです。えー、ちょっと本当に見づらくて申し訳ありません。えー、その、 区間は熊野前から小台というところと、王子駅前から飛鳥山というところでございます。この2カ所が平用軌道なんですが、えー、熊野前と小台の間は、その道路と、えー、その都電荒川線が走るスペースに仕切りがあるので、まあ、車も軌道の中には入ってこれないようになってるので、あまり路面電車っていうような感じはしません。 あの以前僕が松山に去年の秋に行った時のその松山の路面電車とはまた違うような雰囲気でございましたあとは長崎とか鹿児島とかねそういったところも僕以前乗ったことがあるんですがまたちょっと都電荒川線の場合は雰囲気がだいぶ異なりますでちょっと位置関係をご紹介させていただくと、えー、この赤で示したところが山手線などの JR の路線です 高田の馬場、池袋。まあ、主な駅を書いたんですけど、美箕輪橋というのが上野から日暮里、こう山手線から、この外のところにあります。荒、まあ、川区だったのかな。ごめんなさいね。足立区か荒川区かどっちかです。後で調べて字幕に載せます。でそこから、えー、日暮里・舎人ライナーとの交差駅、えー、熊野前を通って、 まあそれからですね、ここ、町屋って書いてるんですけど、常磐線各駅停車が走ってたり、常磐線の各駅停車につながる、地下鉄、日比谷、千代田線か。それと、あとあ、京成の路線にこう、つながってるところの乗り換え駅ですね。荒川区とかをこう、大回りしてぐるっと一周来て、 えー、王子というところでまた JR 京浜東北線と交わります。そこから、えー、山手線から少し北のところを走って巣鴨、えー、近くの、まあ、地下鉄の西巣鴨に近い、えー、都営三田線の、ねえー、西巣鴨に近い、えー、新興新塚というところを通って、えー、大塚で山手線をくぐって山手線の内側に入り えまあ東池袋サンシャイン60のすぐ近くを通ったりあとは学習院の近くを通ったりして、えー、明治通りから最終的には新目白通りに入って早稲田で終点という、えー、ちょっと重複しますが全長12.2キロの路線でございますいろいろねあの建設されたこの歴史がいろいろと複雑で え最初、王子電気とかいうところが昭和、すいませんね、ちょっと歴史的なものがちょっと複雑で、えー、開通した年月とか書いてなかったので、まあでもだいぶ歴史は古い路線です。はい。適当なご案内になって申し訳ありません。それとですね、あの気になる運賃なんですが、ちょっと別の紙にまとめてみました。あとはの、バスと同じように、前のドアから乗って、 で、後ろで降りるという。で、降りるときにはバスと同じようにピンポーンと押してね、それで降りるというようなスタイルです。で、乗るときに運転士さんの横にある運賃箱とか、ピッと押すやつで、えー、お金を払う。で、運賃は、えー、全線乗り通しても、一区間だけ乗っても、えー、170円。 えー、IC カードは168円です、えー。お子さんですと、えー、現金90円の IC カード半額84円です。で、回数券があるようで、まあ、1000円分で、えー、1000円のお金で、1120円分利用ができるようでございます。ちょっとこちらは、あの、ホームページとかウィキペディアなどでね、ちょっとご確認をお願いいたします。それと、お得な切符があります。えー、この都電1回170円、この、 乗るたびに、えー、距離に関係なくかかるんですが、1日乗りっぱなしで何回でも乗り降り自由の乗車券が400円えー、子供200円で、えー、ご利用いただけます。ただですね。あの都電荒川線がまあ、こんな感じで走ってるんですね。まあ、途中まあ、王子とか、えー、大塚で jr とも接続できるんですが、ちょっとね。あの？ 交通の便が良くないところも割と走ってますので、まあ、この都電荒川線しかこの都電一日乗車券使えませんから、おすすめなのはこちらの都営丸ごと切符でございます。あの別にね、東京のその都営地下鉄専用の一日乗車券もあるんですが、まあ、これが確かあの地下鉄だけしか乗れないんですね。それと別 ネに買うと、まあ、500円の400円で900円かかってしまいますから、もうこの都営丸ごと切符というのがもう絶対におすすめです。えー、これが700円で、まあ、この都電をはじめ、えー、日暮里・都練ライナー、都、え、練、ー、ライナー、すいません、滑舌が悪くて申し訳ございません。あとは都営地下鉄ですね、えー、大江戸線、えー、新宿線、えー、三田線と、あと浅草線。これ全部ご利用いただけるんですよ。 で、飛ばすは、あの、日取り、日 <laughs>、日暮里、舎人ライナーの、まあ、重複してる、このバス路線があるらしいんですが、ほんの一部を除いて、えー、利用可能ですので、例えば、早稲だから、高田のばばにバスで移動するときなども、飛ばす使えたりしますんで、であと、舎人ライナーも、あの、日暮里から、 終点の見沼台浸水公園ですね。あちらまで乗り通すと片道でも340円とかしちゃいますから、まあ本当にこの東京都を、まあ都内ですね。これを <laughs>、あの、うろうろしたいという方は、この都営丸ごと切符、 これぜひおすすめなので、えー、お試しになってみてください。また発売箇所なども、えー、東京都営交通のホームページなどでぜひご確認をお願いいたします。ではですね、あの、1回目の動画の準備はできてますので、またこの動画を出した後にでもですね、 1>, えー、1回目の動画を、えー、アップロードしようと思っておりますので、えー、5回にわたったシリーズになりますがどうぞお付き合いくださいますようよろしくお願いいたしますそれではありがとうございました今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録や高評価などもぜひよろしくお願いいたします